こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今回は売れるカウンセラーさんの3つの商品作りということでお話ししていきます。私はカウンセラーさんの集客サポートを10年以上やっています。心理カウンセラーさん、カウンセラーさんの、コンサルティング、それからホームページの作成とか、あとまあ広告運用とか、まあ、SNS の使い方などをアドバイスしています。個別でアドバイスしていますので、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、説明欄の方からご連絡ください。はい、今日お話ししていくのは、カウンセラーさんの3つの商品作りということで、ですね、カウンセラーさんの商品サービスっていうのは、まあ、大きく分けて3つの種類があるんですけど、1つが初めての人のための商品、これは初めてあなたのカウンセリングサービスですね、とか商品を買いたい人のための商品ですね。で、2つ目が通常商品。通常商品っていうのは、例えば60分8000円とか、最も一番これ売りたいなって思ってる商品ですね。で、それから売り上げを上げるための商品。この3つっていうのを用意されていくといいと思います。売れてるカウンセラーの先生たちは大体この3つの商品っていうのがあります。はい。で、大体まあこの60分8000円とか、こういうのが通常商品だと思うんですけど、ここを売りたいと思うんですよね。もしくはなんか5回〇〇円みたいなやつですね。こういうのを売りたいと思うんですけど、いきなりこれってなかなか売れないので、初めての人、初めて利用する人用の商品っていうのを作ってください。例えば初回セッションとか、まあ、体験カウンセリングとか、あとお試しセッションとかお試しセラピーみたいなのを作っていただいて、まずは皆さんのホームページ、それから SNS、ブログからはこれ、あとまあ LINE とか配信している方はこれを売るように力を入れてください。料金体系とか構成料金の考え方についてはこれより少し安めですよね。ちょっとこれちょっと高いけど初めてだと少し安いみたいな感じのものにしていただくといいです。でもし今この初めての人用の商品っていうのがないなら、ぜひ作っていただくのが良いと思います。で、これ利用していただいた方に、こちらの商品をおすすめするっていう流れにしていくと、売れやすくなっていきます。で、まあ、この辺ですね、うまくやれてるよっていう方とか、まあ、ある程度クライアントさんはいますっていう方は、売り上げを上げるための商品を作ってください。通常、まあ、60分8000円とかの商品売ってるのであれば、5回セットとかですね、まあ、10回セットみたいな商品っていうのを売っていくといいです。売り上げを上げるための商品として。また、カウンセリングとしては、もういっぱいだ、たくさんっていう、たくさんまあクライアントさんがいて、これ以上できなさそうっていう方は、例えば、DVD とか、動画とかですね、今だったら。とか、まあ、あと最近だとオンラインサロンとか、あとはちょっと今この時期セミナーとかしづらいかもしれないですが、まあ、セミナーとかオンラインセミナーとかそういったものとかをやっていくのもいいかなと思います。こういうふうに、あとで、まあ、通常商品買ってる方にプラスアルファ何か買ってもらえるものとかっていうのを作っていくといいと思います。はい、ぜひやってみてください。今ですね、なんかたくさん商品があってっていう方の場合は、自分の商品サービスっていうのがそれぞれどれに分類されるのかっていうのをちゃんと考えてほしいと思います。いろんなですね、他のカウンセラーさんのホームページとかブログとか、そういうの料金設定とか見て、いろんな商品たくさん作っててるんだけど、じゃあどういう自分の商品がどういう位置づけにあるかっていうのが分かってない方も中にはいらっしゃるみたいなので、その場合はじゃあ初めての人にはこの商品売って、一番主力で売りたいのはこの商品で、プラス売り上げを上げていくためにはこれを売っていきましょうみたいなことをご自身の中で分類して理解しておくと、どの時にどれをおすすめしたらいいかとかっていうのが分かりやすくなっていくかなと思います。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。私のチャンネルでは主にカウンセラーさん、心理カウンセラーさんの、集客、それから売上アップにつながるような情報をお話ししていきたいと思います。
あと LINE でですね、情報配信とかもしていますので、よろしければ LINE の方も登録してください。